Hello everyone, my name is Lockheed Ricky in Singapore. I live in Singapore now. Singapore, hot, very hot. Every day 36度。いや、OK。ですね、今ね、僕はね、シンガポールに来ています。まあね、ちょっと理由はね、あえて説明しないんですけどね。来ていて、まあ、シンガポールに来てるんで、部屋を紹介しようかなって思います。もう常に暑くてね、すごいっすよ、暑さは。もう36度で、すごいんで、まあとりあえず、今日は第1弾ということで、皆さんね、シンガポール生活をね、ぜひね、見てね、いいねとチャンネル登録してください。じゃあ、部屋紹介、行ってまいります。はい、ね、なんすかね、コンドミニアムっていうとこなんですけど、ここは、今廊下に来てます。一応、高級住宅街みたいな人で、結構いろんな人もいるんですけど、じゃあ、部屋、3人部屋というか、で、1人部屋区切られてるんですけど、部屋の仲間もいるんで、玄関から訪問したいと思います。はい、こちらが玄関です。鍵が、扉が1個あって、もう1個扉があります。ちょっと閉めますね。まあ下が散らかってますね。で、これが米もらえて、ここです。お、ここには同居人のマイフレンド広吉選手がいます。こんにちは。こんにちはです。今何してるんですか？ご飯食べてます。ちょっとご飯見せてもらってもいいですか？これ何丼ですか？うまそうですね。これは、はい、キムチとレタスと、はい、豚肉。これめっちゃ美味しいです。彼はね、僕たちのチームのね、8番でね、一番ベテランですね。ベテランっていうか、まあシンガポール生活長くて、何でも聞いたら教えてくれます。あと YouTube やってるんで、ぜひ皆さん調べてください。お願いします。しっす。で、ここが部屋ですね。ソファーがあって、テレビがあって、このテレビはつかないんだったかな。あんま見てないです。外がもう、こう、15階なんですよね。すごい良くて、はい、もう分かります、すごいところで。で、ここ入ってちょっとして、ここに、お、同居人のマイフレンド、はじめまして、ドイちゃんです。あ、はじめまして、ドイ、ドイです、ドイです。今何をしてるんですか？あ、今、あの、野菜、肉野菜パスタ、うわ、作ってますね。いや、この量ですよ。はいはいはい。いや、さすがです。ドイちゃんはね、一番食べますね。はい、ニューブレーン。そしてストイックで一番英語喋れるんで、はい、英語困った時はいつも聞いてます。はい、ありがとうございます。で、こんな感じで、ここが洗濯。あのトイレは使ってないですね。で、冷蔵庫、電子レンジとかあって、冷蔵庫の中身はまあこんなですね。まあ生活感あって自炊してるんで、常にいろいろ入ってます。はいはい。で、ですね、これからが部屋。まずは部屋の前に洗面所ですね。ここが風呂場になります。風呂もあるんですよ、でかいですね。電気つきますか？はい、これで洗面用具今日買いました。これ現地の歯磨き粉かな、わかんない、英語なんで現地かどうかわかんないですけど、はい、こんな感じです。で、ここが僕の部屋です。いいっすよね。大学で、4人部屋だったんで、もう最高です。超最高です。で、ここにこれですね、やっぱワンピース、この缶が一番好きです。僕はこのおでんが出てくる95缶、おでんが超好きなんですよね。っていう感じで、まあここに服とか入れたりして、洗濯物をしたり。ドイちゃんの部屋に入りたいと思います。ドイちゃん、部屋入っていい？いいよ。これがドイちゃんの部屋です。いや、広いんですよね。いいですよね。で、ドイちゃんはストイックなんで、本結構持ってきたんですよ。死ぬこと以外かつ生きず、これ面白いですね。これまだ読んでない、僕これもまだ読んでないんです。それは大体読んですけど、面白いですね。これサクマ式道路、これ流行ってるっすよね。ドイちゃんとヒロがサクマ式道路好きですね。ここがヒロ、川本選手。ヒロ入ります。どうぞ。失礼します。
一番いいんですよ。一番いい。もう英語の勉強のためにいつも下に英語飾って、でここ白の部屋をねもうついてるんですよ。これが風呂とトイレが、でベッドもでかいっていう、すごいですね。一番綺麗ですねこの部屋が。はい、という感じでね、朝この指導力ありました。はい、こういう感じですね。部屋はこんな感じです。はい、ということでね、部屋紹介終わったんですけどね、3人部屋でね、はい、すごいいいですね。まあ、ほぼ一人っていうか、まあ、共同生活なんですけど、自分の場所も確保されてるんで、すごいいいです。で、もう景色もすごいいいですし、広いし、で、仲間たちもすごい優しくて、ちょっと自分合流が遅れたんですけど、シンガポール来るの。何でも聞いたら教えてくれて、はい、すごいもういい感じです。これは、まあ、1年ぐらいいるんで、その中でどれだけ、まあ、シンガポールの動画を皆さんに届けられるかってことをしていきたいと。もう4日目ぐらいなんですけど、わかります？肌見てもらうと。そうなんですよね、ヒゲが生えていったんですよ。はい、肌じゃなくてヒゲ、ヒゲ伸ばそうかなって思うんで、はい、これからも応援してください。ヒゲの成長も見てください。それでは、